皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はジョン・レノンがですね、ヘイ・ジュードを自分の曲だというふうに思ってたというインタビューとか何回か語ってますよね。それについて、自分なりの、感想を作りたいと思います。なのでおそらくビートルズファンの方々はすでに多くの方がご存知のことで、ご自分の解釈があると思いますので、全く見るに値しない可能性は十分ありますからね。ただ自分としてはですね、最近、このヘイジュード周りをですね眺めていて、あ、なるほど、ジョンはそういうふうに解釈する手もあったんだろうなというふうにこう最近思ってきたので、まとめたくなったということです。こちらをご覧ください。これはとりあえずヘイジュードの歌詞とですね、歌の歌詞と、当時の簡単な状況をまとめておいたんですけれども、ヘイジュードが出たのは1968年の8月30日にイギリスで発売になってるわけですね。で、我々よくは知ってると思うんですけれども、この時ジョン・レノンは、小野洋子と主にこう仲良くなってたわけですよね。でもまだ小野洋子とは結婚はしてないわけですね。でシンシアの方とまだ、付き合いも当然夫婦ですからあって、でそのシンシアを、シンシアっていうのかな、自分の家族を離れていくジョン・レノンがいたわけですよね、だんだんね。そういう時に、当然ですけれどもポール・マッカートニーがこれでジュリアンを眺めていてかわいそうだなっていう歌なわけですよね。これは正しい解釈だと思うんですけれども、ただじゃあどうしてジョン・レノンは自分の歌だって言ってたのかということなんですよね。でまずですね、7月26日にジョン・レノンはポールの家を訪れて、その Don't Carry the World Upon Your Shoulder の歌詞を残した方がいいよというふうに、ポールにアドバイスしている。これは事実のようですね。でこの時初めてジョン・レノンにポールは歌を聴かせたということのようなんですね。なので早いですよね。この時に聴かせても1ヶ月後にはレコードになってるわけですからね。本当に当時はスピードすごかったですね。それからジョン・レノンはですね、1980年に、この時だけじゃないんですけれども、今回ちょっとねテーマとなってるインタビューに、答えてるわけですね。当時ジョンは歌詞は自分に向けられていると思ってたと。でジョンが自分で語ってたんですけれども、あたかもファンがビートルズの歌は自分のことを歌ってるんだろうと思うような感覚で解釈したのかなというふうにも自分で勝手に、そう思ってたというふうにもちゃんと言ってんですけれども、でもその歌詞は自分だろうと本当に思ってたと。で小野洋子と付き合い始めていて、実際ポールともギクシャクしていた時期なわけなんですね、というらしいんですよ、そのインタビューではね。でポールがその歌の中で、彼女の元に行った方がいいよと、もうそのいい人見つけたんだからそっち行きなさいなと、でもう俺とお前はもうギクシャクしてるから俺から離れていった方がいいかもしんねえぞというふうに受け取ったということなんですよね。それでですね、こういう状況を頭に置いてこの歌詞を改めて読んでみるとですね、なかなかこう納得できる部分も僕は出てきてしまったんですよ。それで歌詞の方はですね、この青いところがですね、特に僕としてはジョン・レノンの気になったんじゃないかという歌詞だと僕は思ったんですけれども、他もそうなんですよ。ただ直接的にジョン・レノンが俺だと思ったのはこの辺じゃないかなというふうに思ったんですよね。歌詞は皆さんご存知でしょうから改めてこうね、訳もいらないと思うんですけれども、とにかく「ヘイ・ジュード」で、ジュードっていうのはジュリアンの代名詞みたいなところもあるんですけれども、でもジョン・レノンにしてみれば同じ J で始まって、あ、ジョンのことなんだなっていうふうにも取ったらしいんですよね。で「おいジョン」とね、悪い方に持っていくなと、悲しい歌もいい方にしちゃえよと、いい歌に、明るい歌にしちゃえよとね。それで、彼女をですね、小野洋子を心に持ちなよ、もね、心の中に小野洋子を持っていれば、ジョン、お前はいい方に向かうよと。本当にね、これね、はぁっていうのを小野洋子に考えると、全くジョン・レノンが納得してしまうような歌だなって僕も改めて思いました。
まあ、次もそうなんですけれども、おいジョンと、ね、まあ、怖がるなと。小野陽子のもとに行って、もう手に入れろよと。ね。あ、お前は本当良くなるんだからさ、ということで、もうまさしくこれジョン・レノンにとってみたら、俺そのものじゃないかっていうふうに聞こえなくはないでしょうかね。まあ、だってジョン・レノンにしてみればですね、この時やっぱり苦しんでた時期じゃないですか、いろいろね。まあ作曲なんかに関してもポールの方がうまくいってたし、まあ自分の方向性として迷ってた時期ですからね。でポールともギクシャクしてる時に、もうポールからもう小野陽子とうまくやれよって言われてる歌詞そのものに聞こえちゃうかもしれないですよね。でこっちもそうなんですよね。おいジョンと、俺をがっかりさせんなよとね。お前は小野陽子を見つけたんだからね、もうほら行ってさ、小野陽子を手に入れてくれよと。だね、忘れんなよ、小野陽子を心に持つんだよいつもと。そうすりゃジョン、お前は全部うまくいくんだよと。すごい、もうぴったり納得しちゃったんですよね、僕もね。まだあるんですよ。それでこの最後の青いとこもそうなんですけれども、ジョン、お前は誰か一緒に行動できるやつを探してんだろっていうことですよね。まさしくジョン・レノンですよね。一緒に行動して、一緒に社会運動もして芸術活動もしてですね、ジョン・レノンぴったりじゃないですか、これポールが言ってる言葉で。わかんねえのかよジョンとね。お前なんだよ、お前がやればいいんだよ、その必要な行動はお前自身の肩に乗っかってんだよというですね、もうジョン・レノンからしてみれば、もう全てが自分に動機を与えてくれてる、自分にこうしなきゃいかんよって言ってるように聞こえても、何ら不思議ではない曲だったんだと僕はですね改めて感じてしまったんですよ。まあそう取る内容でもあるかもしれませんけれども、でもねえ、ちょっとびっくりしすぎます僕は。そこまでポールが突き放すわけなかろうがと。どうでしょうか。まあ最後にですね、これもちろんそのポール・マッカートニーはジョン・レノンじゃなくてジュリアンに書いた曲なんですけれども、僕はですねこれをポール・マッカートニーがジュリアンに書いた曲っていうことをとても素晴らしいことだと思ってます。やっぱりジョン・レノンという親友がね、自分の子供を置き去りにして離れていってしまうと、やっぱり両親のこう離婚というのかな、それも一方的に、そして残されたお母さんは傷ついて涙を流していると、そういうのを子供が見たらどんなに寂しいかなというふうに僕は思いますよ。ましてジュリアンは、父親の愛というのを全くと言っていいぐらい受けずにいたわけですよね、長い間ね。遊んでもくれないし、なんかこう結構怒られていたケースが、わけもなく怒られていたケースが本当に多かったみたいなので、そういう時に最後にはいなくなってしまう可能性が高いというガチャガチャ状態なわけだったじゃないですか。でもポール・マッカートニーはジュリアンを本当にこう遊んであげたり、いろいろやってあげたりしてたわけですよね、ジョン・レノンができない時にもね。でその中でまあ、もちろんシンシアにも愛情を注いでいたようですけれども、でも子供に対してもポール・マッカートニーは本当に大きな、ね、気を使っていたということに関して、僕はねそこはポール・マッカートニーをとても尊敬してます。はい、素晴らしい人間だと思います。でこんな名曲を作って残して、まあ、もちろんビートルズとしても素晴らしい、めちゃくちゃ素晴らしい曲で、まあ、ナンバーワンソングって言ってもいいぐらいの価値がある曲かもしれませんよね、ヒットしたっていうことに関してもね。まあ、ですがそれ以上にやっぱりジュリアンがですねこの歌を一生自分の曲として育っていって、今も生きていて、まあ、生涯ですねこの曲を自分のテーマソングとできたっていうのは、まあ、本当にジュリアンが、生きていく上でとても大きな力になったと僕は思いますよ。だってこの歌そこら中で流れてくるんですからね。その時に、あ、ポールが自分を助けてくれたって思えるわけじゃないですか、その度にね。素晴らしいことだと思います。まあ、そんなジュリアンが、せめてね今幸せであったらいいなと思うし、でこれはファンとしてですけれども、まあ、ジュリアンのそういう苦境を知りながらちょっと勝手に申し上げますが、やっぱり
羨ましいですよ、ポールに曲を書いてもらったなんていうのはね。素晴らしい、両方とも素晴らしい人間だと思います。まあジョン・レノンだけここではちょっと悪者っぽく見えるかもしれませんけれども、まあそれはジョン・レノンの運命だったんでしょうね。だからこそその運命を自分で考えた時に、この曲は自分の曲だというふうにジョン・レノンは取ったんだということなんでしょう。はい、すいません、自分なりの解釈でした。失礼します。